マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤澄香です。よくあるお悩みに、無理な運動や食事制限をして確かに痩せたけど、腰を痛めたり体調を崩してしまいましたっていうのがあります。痩せたいけど健康を犠牲にしてまでも痩せたいとは思いませんよね。私も過去に10キロ太っていましたし、体調不良に悩まされていましたから、その気持ちがよくわかります。そこで今回の動画では、短期間で健康に痩せる方法がわかります。もしあなたが早く痩せたいけれども健康を失いたくないとお考えであれば、ぜひ最後までご覧くださいね。今回の動画のテーマはこちらです。40代50代の女性が健康的で綺麗に痩せる食事法についてお伝えしていきます。なぜ短期的なダイエットは結果も出ずに、そして健康にも良くないのかという、その理由が2つあります。1つ目は腸内環境が乱れてしまうから、2つ目は我慢を続けた結果、そのことによるストレスがかかってしまって逆に太るからなんですね。ではそれぞれ見ていきましょう。1つ目です。腸内環境の乱れということで、これは主な原因はやはりお食事なんですよね。急激に食事制限をしたり偏ってお食事してしまうと、腸が元気で動かなくなっていきますよね。その結果痩せ体質が遠ざかっていってしまうというね、悲しい結果が待ってるわけです。しかも偏ったお食事は非常にですね、栄養バランスが取れないわけですから、結局食べてるようでも栄養不足になってしまっているという方が非常に多いんですよね。この栄養不足、偏って食事をしてしまわれますと逆に太りますよ。なぜかというと、そう、痩せるために必要なホルモンはですね、やっぱり栄養があってなんぼなわけですよね。その栄養がないっていうことは痩せホルモンが作ることができないわけですから、結果偏ったお食事、バランスの悪い食事っていうのは栄養不足になる、そして結果痩せホルモンができなくなって太ってしまいますよという、その負のスパラル入ってしまうからなんです。では2つ目です。我慢を続けたことによるストレスだからなんですよね。この我慢をし続けた結果いかがですか？こんな経験ないですか？一生懸命ね、食べたいものも我慢して、きつい運動も頑張った結果、逆に反動で結果結局食べてしまったっていうね、もう元の体重よりプラスアルファとかね、そういった方も多いんですよね。なので続けにくいような辛い運動ですとか、また極端なそのお食事我慢するっていうのは結果ストレスがたまりますよね。するとその自律神経のバランスが崩れてしまって、もっともっと食べたくなってしまうっていう、その悲しい結果になっていくわけです。ですからそもそも意思の問題ではないということですよね。自分は意志が弱いから続かないんだとかじゃないんですよ。安心してくださいね。そもそもあなたが我慢をし続けた結果、ストレスで食べてしまいたくなるのはあなたが悪いんじゃないですよね。じゃあ何が悪いかって、それはあなたの腸内細菌の種類が悪いからなんですよ。腸内に住み着いてくれている腸内細菌、この種類がですね、悪玉菌がやはりもともと多い方っていうのは、どんなに頑張っても根本的な味覚がね、変わらないですよ。なぜかというと、あなたがあれ食べたいこれ食べたいと思うのは、実はあなたが思ってるのではなくって、あなたのお腹にあるその腸内に住み着いている腸内細菌たちが欲しいなって思う餌がイコールあなたが食べたいお食事の内容ってことになってるんですよね。つまり腸内細菌が良くなって、我慢をする必要がないお食事を美味しく食べれば解決するわけです。ではここから具体的に健康的で綺麗に痩せるための食事法、3つのポイントをお伝えしていきます。1つ目です。栄養バランスです。でこれはね、難しく考えなくても大丈夫ですよ。頭文字の「まごわ」優しいを中心とした、まあ、和食ベースであればもう十分です。まは豆類ですよね。ごはごま、わはわかめなどの海藻類、まあ、やは野菜、さは魚、しは椎茸などのキノコ類で、いは芋類、じゃがいもとかさつまいもですよね。そういったのを1日トータルのお食事の中で、まごは優しいが全部入ってるかなっていうのをチェックしながら美味しく召し上がっていただくっていうのがいいんです。そして2つ目は
タンパク質、例えばお肉、お魚であったり、またそれだけではなくて卵や乳製品、お豆腐などの、まあ、大豆製品ですよね。こういったタンパク質をこうバランスよく朝昼夜と全部取れてるかなっていうことでチェックしていくといいです。で、特に女性の私たちはですね、このタンパク質が不足しているって言われています。なので目安は1食あたりですね、このご自分の手のひらのサイズぐらいの、まあ、お肉であったりお魚、卵、豆腐、そういったものが全部合わせて入ってるかなぐらいの量を目安にしっかりと召し上がってください。そして最後のポイント3つ目は食物繊維です。これは、まあ、パッとねお野菜がね浮かぶと思うんですけれども、お野菜に限らず、例えばこうネバネバした、まあ、里芋とか、まあ、オクラはお野菜ですけどね、こうネバネバした食品、納豆もそうですよね。あとはキノコ類とか、そういったのもたっぷり食物繊維入ってます。あとオートミールとか玄米も入ってますよね。こういったものをこうバランスよく取っていくっていうのが大事なんですね。ですからこのポイント3つを押さえてお食事をするということがとっても大事。特にタンパク質や食物繊維は食欲を抑えてくれる効果が非常に高いんですよね。一度食べるとお腹が空きにくくなる効果が大きいです。なのでこういったものをバランスよく取っていくっていうのが綺麗に美味しく食べながら痩せる方法になります。いかがでしたか？もし早く痩せたいけれども健康を失いたくないと悩んでいらっしゃるようであれば、今回お伝えしました栄養バランス、そしてタンパク質、食物繊維、この内容でバランスよく今から取り組んでみてくださいね。今回の動画の内容は以上になります。もしこのお話役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。